血縁。帰ってきました。あの、ちょうど1年ぐらい前に血縁完全版の実況を始めて、まあ、全部クリアしたんですよ。で、なんでまた実況するのかというと、なんかね、視聴者から来たんだよ。はえて血縁血縁バーガーデイド来てるってって。で、来て、俺もそれ聞いてびっくりして。えあ、待って、ゲーム止まった。えー、って。あ、待って、マスク壊れたかも。<laughs> <laughs> あれ, <laughs> あれ大丈夫なんか変な音する聞いて。なんか変な音するちゃってやっちゃったかも。ちょっと待って。<laughs> まずちょっと聞いて。でね、もうびっくりして。えー、って。えなんバージョンアップって何ってなって。で、調べたら、なんか、結末見ていいこれなんか一つ増えてんだって。<laughs> あれなんかマウスマジでおかしくなっちゃったかもしれない。<laughs> ちゃって本当にマウスなんか <laughs>。 <laughs> なんか変な音するんだけど。ま、時間それ置いといて。なんかね、バージョン2.0になって、なんかこの四角がもう一個追加されたんだよ。で、それやりたいじゃん。で、あと、なんか新 CG、一枚絵が、なんか結構追加されたんだって。ただ、あの、ちょっと皆さんに残念なお知らせ。いや、皆さんに残念なお知らせっていうか、俺だけだね、残念なお知らせ。あの、これバージョンアップで2.0になったじゃん。で、俺去年クリアしたでしょ あのね、引き継ぎできたっぽいんだけど、俺さ、あの、一度クリアしたフリーゲーム、あの、パソコンの中デスクトップとかかさばるから、あの、全部クリアしたら削除してんのよね。ってことだよ <laughs>。あの <laughs>、ま、あの、気づきの通り <laughs>、また <laughs>、最初からです。ははまじか、まじか、血縁ね、めちゃめちゃ長いんだよね。すげえ長編のなんだよ。で、結末もね <laughs>、すっげえいってあんの <laughs>。 <laughs> で俺さ、この血縁の感全般さ、11パートぐらいやったじゃん。ねえ、ちょ、2時間超えとかもあるでしょ<笑><笑>もう一回最初からやんなきゃいけない <laughs>。ただ、その、道中の1枚絵とかもめちゃめちゃ追加されてるっぽいから、もう一回最初からやって、その1枚絵の部分回収して、みたいな。で、クリアした後に資格が解放されるじゃん。それもやろうかな。<laughs> これ <laughs> これ <laughs>。 これあれでしょこれ左下の四角の部分さ、これ差分でしょ多分。これ絶対あのばあちゃんや。ちょ、みんな覚えてるさすがにちょっとね、約1年前にクリアしたから覚えてない人もいると思うんだけど、ちょっと思い出して。思い出しておいて今。この実況を見る前にもう一回見返してきて。全部見返すってなったら数日間かかるかもしんねえけど、ちょっと待って。まず、うーんーと、もう一回最初からいきますか。じゃあ。<laughs> 消さなきゃよかった <laughs>。 <laughs> いや、これマジ良くないかもな。俺クリアしたらね、あの、なんかこのフリーゲーム以外も大体俺アンインストールすんだよね、最初に。そう、あの、あのりょ容量があれで。音量ね、えー。激しい恨みの感情を抱き、その対象に死と災いをもたらす霊魂。そうじて強い霊力を持ち、恨みの対象をどこまでも追い続ける。一般的な除霊は効果を及ぼさない。神社を建てるなどして音量を祭り。祟りを崇めることが数少ない対策となる。はいはいはい。で、血縁ね。強大な音量により呪われた血筋。 また、その血族を襲うたたりのこと。呪われた血が途絶えるまで、血縁の災いは決して終わることがない。一時的に沈めることは可能だが、何らかの原因で封印が解除された場合、再び血縁が一族のものへと襲いかかる。なんかもう懐かしいなもうこれさ、もう一回振り返るとね、俺6年前にその完全版じゃない、なんか何章まで途中まで作られたやつを、6年前に実況してんだよね。で、それから5年が経って、去年、 去年完全版が出て、またそれを最初から始めて全部クリアしたんだよ。で、また、1年経って完全版のバージョン2。で、1枚絵が追加された。なんかこの、水着の差分ですっぱらかってねえかな。もう水着ですらねえな、それな。エッち。でも別にこれもうやってるから、もう飛ばすよ。こう飛ばし、これスキップできねえんだ。<laughs> そっか。俺ガチで一番差しからやるんだな。いやー、やっちゃったな で、どこら辺が変わってんだろうなんかセリフとかもちょっと変わってたりすんのかな ?OK! うーん、いい写真が撮れたいよ。てか、こいつ唐橋だよな、確か。ありがとうございます。こいつも、えっ、ー、と、黒幕の一人だったんだよね。やっぱりアコちゃんは自然の中にいるのが似合うななんか最初俺この人お姉だと思ってたんだけど、全然違うし、全然黒幕だったんだよね。神秘的で撃てもらったん間違いなくバタバタつかないにゃ。どうした急に韓国語の吹き替えになった もちろん街の中にいても、アコちゃんはべっぴんさんだけどね。いや、もういいのよ、別に。もうカットするから、どうせ <laughs>。ここやってるからさ、もう行くよ。ちょっとあの <laughs>、去年やった、全11パートの決演を俺、この動画で全部やらなきゃいけないからね。うわー、懐かしい。ところどころ覚えてんだけどさ、ここね、すげえ違和感あったんだよね。今になっちゃあれだけど、この有刺鉄線遅れさ、やられててで、そういえばさっきこんなものを拾ったんだっ,つってさ、これ、アコちゃんたちの落とし物だったりしないって、偶然、偶然およそってなんかさ、 これだっつって。これニッパーなんだよね。本当かいじゃあこれは渡しておくね。これ本当になんかすげえよな。これ最初から伏線だったんだもんね。エイリなニッパー。これまだあの実況見てない人マジで見てて。これめちゃくちゃ面白いから。血縁。あ、出さずつって。まずいつかんよし。これで有刺鉄線で行くやん。さあニッパーの出番だよ。もうこの時点でだからこの唐橋はもうね、このそ,そのかしてたんでしょここに行く、行くせるように。すげえよな。マジで。本当にね。おー は <laughs> 行こうか。うわ、出たんこれ。このズボのやつ。あ、早はや。<laughs> <laughs> あったなこんなこと。何もないじゃない。いや、そんな、きっとあれだよ。何かを顔と見間違えたんだよ。だって本当に何か言ったんだよあこう。とにかく外に出よう。つかったら窓ど出さん。なぁ。ま、これが序章なんだよね。まあ、本編開始みたいなのが、えっ、ー、と、次か。一章。これ序章で。 どう少しは落ち着いた、うん今のところ変わりなかったね。その今日はさなんかいろいろごめんね。嫌がってたのに無理やり連れてきちゃってさ。うん、さっきはごめん。ちょっと取り乱しすぎちゃった。うん、これだから本編やってから思ったか思ったってか分かったけど、このエミリーがさなんかただただ好奇心でここに来たわけじゃなく、これも操られてたってことなんだよね、多分、暗示みたいな、なんか洗脳みたいな。すげえよな。俺、血縁めちゃめちゃ褒めるからね。ねえ、エミリ、ー、何 本当にさっきの顔は私の見間違いだったのかなてんてんてん。エミリー見間違いだよ。決っとそれに決まってる。だっておかしいじゃないツボの中に顔があるなんて。見間違い見間違いだよ。だよね。そうだよ。赤は何も見てないって。うん。ツボだけじゃなくて、つた神社マノミコさんたちも。私たちは何も見なかった。そういうことで変われないそうそうだね。私たちは何も見てない。祟りなだらずないよね。あるんだよね。実はね。はははは。君たちは終わりです。来た。いや、まじ変わんねんだよ。<laughs> どこをどうカットしてんのか全然わかんねえけど。出られた。 ようやく出られた。ま、あこの序章はめちゃめちゃ短いから多分動画にしてるだろうけど、多分一章からめっちゃカット入るね。うん。ちょっと振り返りみたいのもあるけど、あれもうこれ見たことないよこの一枚絵。みんなどっちタイプ俺右かなまあ、ほぼ顔同じか。逃がすものか。生かしてなるものか。許さない。許されない。 あの女からいまいましい血の匂いがする。春山の血を引く者は一人たりとも逃さない。うわぁ。さらに製、正品なんかもう金取っていいレベルになったってこと血縁。おもろいんだよな本当ことかの M は。うん。このゲーム死ぬかもしれない。で、ここからおうちの第一章が始まるんよね。お母さんの一万円とか増えてんのかな だったら最高に嬉しいな。ねえ、春山あささん。めちゃめちゃ美人なんだよね。神社に行った日から、私の元にもとには相次いで不法が届くようになった。まずはカメラマンの唐橋さん。彼が亡くなった3日後には、マネージャーの千秋さんまでも。そう、一気に死んじゃったんだよ、二人とも。っていう風に見えて、実はマネージャーしか死んでないんだよね。唐橋だけが生き残って、生き残ってるってうか、それ全部嘘なんだよね。あの日、山に行った人たちが次々に不可解な死を遂げている。次は私の番なのだろうか。不吉な想像を肯定するかのように、家の中にも霊気が漂い出していた。 第一章。春山家。うわ、懐かしい。もう懐かしい。すっごく懐かしい。渡すの、せいんだ。渡すの。えとずねはナンバーらん。いや、もういいん、ね、だ。まずここカットでいいんだよ。いや、お母さんの顔見たいな。入るわよ。そう、さすがにカット前にお母さんの顔見せたいのみんなに。まだ元気な頃の朝さん。お母さん。 夕ご飯できたから、そこの机に置いておくね。ほんと美人だよな。HH らしい。HH、ばちばあちゃんじゃねえ。HH <laughs> ばあちゃんちげえわ。<laughs> 美味しそうなご飯。酢豚だよね、確か。今日はこの大好きなパイン入り酢豚を作ったのよ。どうちょっとお腹減ったあ、こう、今日は一日中何も食べてないでしょこういう時こそエネルギーをつけとかないと。ねうん。素直でよろしい。つってね、酢豚作った後に。 狂って死んじゃうだよな。<laughs> あー、エミリー、朝さん料理してるな。<laughs> ここ何回見てもおもろいな。どれどれ。味見味見と。<laughs> <laughs> おいしい。ちょっと若いもんね。スープカレー、トメヤムくんか。<laughs> うーん。まあまだね。ちょっと生臭いかも。 やめろ、お前。<タッ> <laughs> ああ。ははは、エミリー、じゃんね。大丈夫か第2章前編。406号したエミリー、エロい体してるな。あお、おう、レッツゴーレッツゴーおう、おう、レッツゴーレッツゴーレッツゴーあ、ッツゴ第2章後編。た<タッ>んなんだ、この。この1枚見たことなくね おい、エッチな顔してるな。エロい体。<laughs> エロいな、さやさん。うん。あれ、私、ここは。さやさんってこんな美人だったんだな。エロいもん習って。あこれ、うん。これも後見たことあるもんね。そうそうそう、こもうこの家でさ、あの、アコちゃんと別れて。 で、さヤさんが一人になった時だね。こういうところでも追加されてんだね、こういう一枚絵。エロかったな、今寝顔。なんか遅い、あ,あ、危ねん血のついた指輪が転がってる、とことなくか気感を感覚えるデザインだ。こんなアイテムあったっけ誰かの指輪とかさ。えエロい体だな、おい。これ確かアコちゃんが持っていた。私が持っていてもいいよね。どうした指輪をはめるん ふふ <laughs> 声が聞こえるそうだ。そうだ。あなたの言う通り私だっていいよね。え、こんなイベントあったっけ？拳銃とか持ってるけど。これはあったよね？え、なんかこんなイベントあったようななかったような。ほぼほぼ覚えてね。えけど、指輪とかはめたっけ？あ 第3章前編、アコナー。うんうん、出たチンコ、久しぶり。お待たせしました。なるほど。すいません、遅くなってしまって、その分みんな呼んできたので、ここでなんとか。はっ、はっ、大丈夫ですかは、やったら、<laughs> はい、大丈夫です。びっくりしよう<ー>。んびっくりしよう、ね、はい、僕ね、俺がここやってんのに、もうビビってんだけど、へうんえ、うん ここから外に出られるのかな早く誰かに助けてもらわないとあれ俺れこれあれ,これ見たことなくねお邪魔しますよはいらないかえ <laughs> 結局ここに戻ってきてしまいましたね誰もいないなで当たり前なんですけど先輩本当にまたこの家を探し回るんですか この、この年配の刑事も、あれなんだよね。黒幕の一味なんだよね。ええー、そうしましょう。証拠が残ってるかもしれません。そうは言っても、ここに来るのは三度目ですよ。推理小説の館じゃないですし、新しい発見があるとは。はあ、ふう,ふうくしゃみ出る。あ、やばい。はい <laughs> なんか俺たち、行き詰まってませんか春山アの行方も、あれからわからないままでし、 あの女、どうやって俺たちを巻いたんでしょうね。ただの女子ライでセルだってさ、ただの女子大生ですよ。それが、刑事二人相手に。で、先輩少し、幼児を思い出しました。は私はこれから、叱るべき場所に寄ってきます。君はこの家で、調査を続けていてください。え、ちょ、ちょっと待ってくださいよ。心配はありません。すぐに戻りますから。 これさ、この若い刑事が死んだ理由よく分かってなかったけど、ここで死んだんかなああ、言っちゃった。あの人はいつもああなんだよな。どこに寄ってるのやら。まあ別にいいか。俺は俺で、仕事仕事と。うわ、そうなんじゃねえの見れなかったシーンが見れるんじゃなぁふふ。<laughs> うお あの、年配の刑事は知ってるからね、多分。また暗くなった。刑事さんも家の中にいるのかなはぁ、あ、こういうのも追加されてんだ。なんか細かいのいろいろ追加されてるすげえなおーい。はい、じゃあ進めます。おっ待っては <laughs> 刑事死んでる<笑><笑>あ。はやっぱそうだいや、気持ち悪い。ちゃんと死因が明らかになったなうわぁ。 えっち第三章後編。あ、ぷりっぷりっぷりっぷん。こんばんは。これこの写真無理なんだ、俺。いやだでだでだだ気持ちいいねー。うーん。マ h a ンま第四章キャラメル。あ、はらいしのファッチャここまで来ちゃったか、俺、ついに。来るぞ。来るぞ、来るぞ。ふん。はぁ、はぁ。 ああでもあああああああれなんかちょっと変化変わってないこれあああげましたひなちゃんかけ殺せ許さない逃がさない逃がしてなもうノーかなあああたしが消えてくならバキさんママめっちゃ連ね離して離すこの流れで 消えろーかーわい。あこれ見たことない一万絵だここで追加されるのか一番最後だよああ、戦い。生きてるのね、あなたは。<laughs> あのね ただこれ動画だとさ、多分死ぬほどカットしてると思うから、多分みんなも感動加減が味わえないかもしれないんだけど、俺一番最初からもう一回ここまでやってるから、すごいまた感動してる。で、この一枚は泣けるな。うん。うん。赤ちゃんの時も、確かこんな匂いがしたっけな。私と同じ魂の匂いが。うん。大好きよ、アコ。こんな立派に育ってくれて、お母さん嬉しい。 これから先どう生きるのか私には分からないけど幸せになるのよ。あなたの大切な人たちと一緒に。うん、うんでもさ、うんお母さんだってその中に入ってるんだからね。斬首だってだったって絶対に離さないんだからね。春山の家のみんなやエミリーたちもそう。ずっとそばにいてもらうんだから。ありがとう。 お手柔らかに頼むわね。うーん。そろそろ、かな。ずっとこうしていたいけど。ふん。この後ね,ね、ゆうこさんの一枚がすげえ美人なんだよね。これ覚えてるわ、マジで。くっそ可愛いんだもん。めちゃくちゃ可愛いこれ。まだこれ見てない人見て、本編。本編見てない人見て。めちゃくちゃ怖い。ちょっと一回飛ばすよ。ここも見てるからね。かわい,いなこれ。ああ、この人。 こんな美人を5作っていうゴミがね、大胆だよね。強引に。クソだよな、あいつ。終わったーんええー、こうなるんだええー、すげえ。あ、で、資格がここに追加されるんだね。うわー、俺、攻略込みでも、何時間やった ?5 時間ぐらい ?5、5時,間 <laughs> 5時間かかってる <laughs>。攻略見ながら、もう、なんかすっごいさ、スキップしながら来ても、それでも5時間かかったわ。 よし、とりあえず、ちょっと全エンディングは回収しよう。ふふふしてー。よし、とりあえず、追加された資格以外と、あと全部の結末は見てきましたね。長かった。長かったし、ちょっと待って、これ、改装さ、追加された CG、その1枚絵 ?3 枚ぐらいかなどうええー、めっちゃ序盤になんかあるんだけど、ちょっと待って。これ、み、全部見てるでしょええー <laughs> 見れてないのあるんだけど。ええ三章もえ、ええー、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。後半は後半は全部見てるな。えー、ええー、えあ、これはあれか。今回の1万円のあれだよね、多分。これは追加されたやつだもんね。1個。で、俺多分、えちょっと待って。これ1個。で、えっ、ー、と、これ2個だよね。え 待って、もう一つ多分あのんのんちょっと待って、これ、ええ <laughs> ちょっと待って <laughs> あれ <laughs> 嘘でしょえ <laughs> ちょっと待って、もう一回やってこなから <laughs> もう一回やってきます <laughs> 嘘じゃんあのさ、またこの第2章後編のところまで来てんだけど、この、高彦のお守りとかさ、多分マジで、俺、前のパート、パートじゃねえ、あの、バージョンで、なかったんだよね。 でさあ、しかもこの血のついた指輪が転がってるとどことなく鹿も溺れてないんだ。で、この指輪手に入れるじゃん。これね、ほんとなんか、指輪、待って、お守りあるでしょアコちゃんが持っていたじゃん。私が持っていてもいい。え私が持っていてもいいよね。うん。で、この誰かの指輪。これね、はめるじゃんはめると、ふふなっちゃうじゃん。声が聞こえる。そうだ、そうだ、あなたの言う通り。私だって、いいよね。ってなんじゃん。 でね、これ外せんのダメ、これも呪われてる。これをはめていたらきっと心がどんどん汚染されて、つってさ、捨てるするじゃん。捨てないんだよねうん、捨てなくてもいいよね、つって。後で呪いを解いてもらえば何も問題ないんだし。ポケットの奥に入れておこう。捨て、で、また出しちゃったら捨て、またはめれるんだよね。また。で、これなんか何回でもできんだよ。で、これ外すじゃん。でこれ、もうこれ捨てるってやってもダメじゃん。でね、これもう一回さ、これで。 これ捨てるんやなってもさ、結局捨てないんだよね、こいつ。なんやねん。全部回収してきたーんいや、長かった。<laughs> 超長かった。<laughs> 俺さ、あのね、もうほんと攻略見ながら言ってたから、なんだろう、手に入れてるアイテムとか一切見てなかったんだよね。だからここら辺とかも、こういう、このなんか千秋さんとかの死んだやつの新聞のアイテムとかだったり、あの、新規のイラストではなかったんだよね。俺が手に入れてないやつ。まあ、でも一応これ全部、見つけてきました。これはね、 あの、ちょっとちなみにね、あの、本当に、回収の仕方がわからないやつは、あの、作者さんに、じきじきに連絡して <laughs>、教えてもらってきました <laughs>。もう本当に <laughs>。でね、これはね、なんかその、まだ見てない資格、新しく追加された資格に入ってるらしいんだよね。で、それ以外は全部回収してきたから、えー、っと、あとはね、多分、この、これか。 ここのやつが全部、その、なんか追加された資格で手に入るから、これで100%だね。OK。皆さんお待たせしました。えーっと、行きます。資格ですね。えー、で、うーんーと、アップで前にあったのが、この未来の公共の族。これ2023年の、あの、未来のアコちゃんとかが出てくるやつ。で、これは、あの、謎の組織だね。あの、唐橋とか、あと刑事と、あと、チクラの、チクラになりすましてた人の、なんかあの、組織のやつらのお話あったじゃん。 まあその見たい人はあのその、ね、去年のやつ見てくれればいいんだけどでこれだね追加されたのは、えー、過去の資料を読むもう何で追加されたんだろうねちょっと逆にちょっと期待がすごいよね春山孝彦が神社に赴く直前のこと助手であり霊媒師でもある星川さやは、えー、孝彦に生じた些細な変化を感じ取っていた虫の知らせのような予感が抑えきれずさや、えー、は彼の研究室へ向かうことを決意する孝彦が何かを探していたのか そこには過去の因縁にまつわる資料が散乱していた行くかってことはこれ孝彦ではなこれさやさんを指すのかな多分行こうぜまあでも差分的にそうだよね楽しみだなあこれはあの実験体の時みたいなそれから逃げた後のさやさんってことちっちゃくない胸もちっちゃいし そこでそこで気づいちゃったんだけど俺あと髪型かどうしたんだいこれひ彦かもしもしお嬢ちゃんこんな雨の日に傘もささずに風邪をひいてしまうよ何かあったのかなしゃべらないなたのうん逃げてきたのじゃないのお兄ちゃんとお姉ちゃんが迷子かな お兄ちゃんとはぐれちゃったううん、うん、いなくなっちゃったお兄ちゃん死んじゃったお姉ちゃんはどこかにうん私逃げてきたの病院みたいなとこから3人で逃げてきたのでも私追いかけられてるの素養があるとか言われててお化けが 私に寄ってくるからそうだったんだねやはりそうか君側の報告に聞いていたあ俺あの全部すっ飛ばしてきたからちょっと分かんない部分分かんないかもしんね私のところへ来てみないかおじさんのところおじさんああそうだおじさんのところだそこならもう誰も追いかけてこないよ安全は保証する誰も 君に照らしはできないうんいいのああ本当はすごくダメだよ法律に照らし合わせてもそれ以上に出資者としてもねただなこうして改めて目にするとどうにも娘と重なってしまうんだうんまあアコちゃんのことだろうね、まあ、あの血はつながってないも、まあ、あの優子さんの娘だけど形としては親子だもんねほらおいでまずは雨を防がないと うんこういう出会いだったんだまああれだよねあの三章の三章後編のインベ精神病院にこのさやちゃんはさやさんはもともとえなんか血縁ってさなんか妙にシャワーシーン多くない今まで全部あこちゃんだとおっと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 ,とおっと,と,と,とおっとだいぶ綺麗に成長したねなんかなんだろうななんか興奮してる さやさん、もうこれは大人になった後なんかなはあ。最近、昔のことを思い出すようになっている。高彦子さんが、私のところへあまり来なくなってしまったから。あの人の暗示を受ける頻度が、前より落ちてしまったから。忘れるようにしていたことが、こうして、頭に浮かんでくる。ダメ。思い出しちゃダメ。思い出したら、また不安定になって。めちゃめちゃ好きじゃん。 だからさ、あの、追加された、その2章の前半、前半、あれ、後編か。2章後編の、あの、指輪の下りとかも、本当に、なんだろう、なんだろう、あのス、スキーピーなんでしょゆうちゃと、スキーピー。スキーピーで、ああいうイベントも追加されたってことだよね。高江子さん、どうしたんだろう。ここ最近、いつもいつも何か思い詰めてるようだけど、私が聞いても、はぐらかされて、何も教えてくれないけれど、きっと、呪いのことだよね。 あの人のよく言う過去の罪と関係している血縁の呪い。何か困ってるんだろうな。だからあの二章後編のあの家に行くまでのお話なんかな。あの人は私を助けてくれた。誰もいなかった私を救ってくれた。私がお返しをできるなら、なんだっておいおい、おい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 そう、そうだ。こんなところでくすぶっていても意味がない。思うことがあるなら、 直接高彦さんの研究所に行けばいいんだ。鍵は持っているんだもの。そうと決まれば、顔を洗って、体も綺麗に洗って、ご会長するんでしょやめろやめろお前兄ちゃんでもうなんか、さやさんもかわいそうだよな。<laughs> ねえ、普通に殺されちゃってんだもんな。ふぅ、少し時間かかっちゃった。でも、このくらいの時間なら、あの人はまだ研究室にいる。車に乗って、急いで向かおう。 忘れ物とかはしてないかなおーいさやさんで、あ,あ、拳銃とか持ってんだね。竹子から渡された反動感、一通りの使い方を教えられてる。これを持ち歩くのにも、だいぶ慣れてきた気がするな。捕まることはないらしいし、このまま持っておくことにしよう。ん捕まることはないの警察も、霊的な事故や被害には、裏で対策をしてるんだよね。それ関係で、私に対しても特例が適用される。だっけ へえ、あ、でもなんかそういうこと言ってたよね、確か。本編の方にも。え、すげえな。デコフね。有名な霊能者から購入したおフだ。実際に使ったことはまだね。これ結局使わなかったよね。あの <laughs>、まだあの、ひなちゃんが敵みたいなさ、まだあの、黒幕みたいな時にさ、これ全然使わなかったや。使う前にもうお風呂場れ死んでたよね。これの使い方、高い子さんからずっと前に教わったな。あの時は、まだ小さかったから、うまく使いこなせなかったけど。 今ならきっと大丈夫。だよね。うん<あ>。てか、これがさやさんちなのうわ、なんか、ぬいぐるみなどいちゃって、かわいいところあるじゃねえか。で、携帯電話。さやがプライベートで用いる携帯電話。飾り気がなく、機能的な見た目をしている。電話はしなくてもいいよね。来るのと言われたら、行きにくいし。うん<あ>。ここから距離は近いんだから、直接押しかけちゃおう。おえなになになに、なんの、なんの絵行ってくるね。帰ったら、また拭いてあげるね。 服そんなに頻繁に拭いてんの、えー、棚の中にはブーツやパンプス、えー、サンダルなどが並べられているうんこちらの棚には殺虫剤などさまざまな雑貨類が押し込まれているなるほどねちょっと待ってこっちが玄関玄関ここだよねここなんなん白い固定電話があるが今はこれと言って用はないだろううん、はあ、お風呂場はこっちはいいかな早く高岡さんのところえもうちょっと体洗った方がいいんじゃないのもしかしたらあるかもしれないじゃん えー、花々が書かれてる絵画だ。さイが来た時からこの家にあった。てかさ、高彦も、あれ高彦ってさ、死因が、よく分かってないこれ第1章でさ、もう玄関で、おい開けてくれってピンポンスでガチャって開けたらもう関心なかったやん。<laughs> これでわかんのかなそれも。あ、ヒールローンなんかめちゃめちゃいい家住んでんだな。しかもこの外からの、外の夜景ね。いいところ住んでんだろうな。 窓の向こうの、えー、新、幹線道路を伝えしと様々な車が走り抜けている。私も、急いで向かわないと。かっこいいじゃん。向かい側のオフスビルも、えー、各階でショートカットしてもらたらしてる。うん。小さなプランターが置かれてる。早く目が出てこないかな。なんかちゃんと綺麗な女性の家、家っていうかなんかやってるやん。ビル群が放つ光によってベランダが黒く浮き上がっている。ベランダには、誰もいないよね。なんそれ。この仕事をしてると。 その手のことばかり警戒しちゃうな。ああ、漬物だもんね。窓の外には都心部の夜景が星々のように瞬いている。こんなところに住めるのも高彦さんのおかげだよね。この仕事そんな儲かるんだね。そんな頻繁にあんのそういう事件みたいなの。事件というか、ね、霊現象みたいなの。白い花は全く無臭だ。えー、花を近づけても一切の刺激がない。いいところ住んでんな、おい。水をやらなくても枯れることはない。 はぁ、あ、なんかあるんだけど、これずっと。全然スルーしてだけど。えっ、ー、と、冷蔵庫の上段には大量のミネラルウォーターが入ってる。基本水しか飲まないパターン。冷蔵庫のか、えー、下,段下段は、えー、空っぽだ。冷凍食品袋の切れ端しか見当たらない。最近は外食ばかりだったな。実際も勉強しておかないと。まあ、普段料理しないんだね。キッチンはほこリを被りつつある。料理が上手な女の人って、きっと魅力的,魅力的なんだろうな。さやさんなんかちょっとギャップ萌えじゃないめちゃめちゃ料理しそうな見た目してんのに。 最新式のキッチンだ。一応使い方だけはわかる。うん。でもそっか、子供の頃はそんなに、なんだろう、普通の、ちょっと待って、どいてくんね。普通のなんだろう、生活はできてなかったから、逆に一般常識はあんまわかんないみたいなところあるんだろうね。ここだけはこだわって、綺麗に掃除しちゃうんだよね。シンク本当だ。なんで急いでると洗面所よりもこっちを使うことが多いな。ごめんね、なんかあの、この四角しかさ、もう今回あの、追加されてないじゃん。すげえ丁寧に調べちゃうんだよね。どんどん俺追い込まれてってね。 あの、死ぬほど邪魔なんですけど、放置されてる段ボール箱だ。別段の中身は入っていない。じゃあなんで置いてんの捨てに行くのが面倒くさくて、ずっと置きっぱなしだったな。ちょっとズボラなところまで、いいね。なんか、普通の人感。ポールハンガーには普段使いの鞄が掛けられてる。高いものとかいっぱい、それハイブラとか揃えてそう。なんか、これなんなんあれウソやちゃんじゃん。これは残留思念、ね。私がよく知る、私自身の、 高彦子さんの、忘却暗示で切り離された昔の記憶。えあ、そういう、そんなことされてんだ。思い出したくないからってことおおこれがお兄ちゃんだよね。つっダメ。目を向けてはダメ。思い出しちゃいけない。思い出したくないんだ。あれ ?101 号ちゃんは映んないのあ、いた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 。つっ。あ、もう何も言わねえ。101号ちゃんの、 え、ガチャ的に101号ちゃんレアなんかなあ、出てきた。101号ちゃんもな、いい子だったんだよな。読みかけの恋愛小説。恋愛小説なんて読むんだ女性都合での理想や妄想が詰め込まれてる。言い,い方よ言い,い方よ比較的新しい椅子だ。こちら、さえがよく使ってる。こっちは、高い子えー、最近購入した椅子だ。こちら、高い子は座るときに使う。えの座る部分の匂い嗅いでるでしょ、毎日。ねえ、高い子のこと好きすぎて。 時計は時計を刻んでる。まだ日を全くには猶予がある。22時か。早くあの人のところへ行かなきゃ。うん。なんかここ防音対策されてない間接照明。部屋が真っ暗だと怖いから、ついつけっぱなしにしちゃうな。怖がりでもあるんだね。なんか、さやさんってなんかあの、2章の時に、すげえなんかでかい小言を言うみたいなさ、そんな風に言われてたんだけど。ずっと、家でもそうなんかな。ソファーの片隅にはテレビのリモコンが転がっている。すげえなんかこのでかいこれ、あれでしょ、スピーカーだよね。 スピーカーのリモコンがない。どこかに放置してしまったようだ。ズボラだね。テレビの下には DVD プレイヤーがある。こちらも比較的新しい方だ。テレビ番組を見るよりも、これで資料映像を見る方が多いな。このでかいテレビでパソコンとかで十分じゃねでも2008年だから、DVD、でも DVD 主流でしょ ?2008 年ってもう、すでに。ここ、あ、寝室電源の切られたパソコンだ。依頼人との連絡などに使用する。最近は、 私が不安定だからか、あまり仕事を受けてなかったな。不安定って何なん生活費も稼がないとだしい、そのうちまた頑張ろう。自営業みたいなもんだし、どね、多分。飲みかけのコーヒーが放置されている。すでに冷たくなってるようだ。飲みなさいよ、ちゃんと。ゴミ箱の中には様々な、えー、紙類が詰め込まれている。うん。で、タンス。黒系統の服が置かれてる。黒系統しか着ないんじゃねさやさんって。お下着これといって見る意味もない。いや、意味はあるよ。 え夏物の衣服。霊媒師として仕事をすると、急に体が冷えたりもするのよね。だから夏でも、半袖とかはあまり着られないんだよな。へえ大変だね。なんか、その分でも金はいっぱい稼げるんでしょえ、キラキラとしたけ景に紛れて細長い目がつきが、先生あんたを抱えてる。うん。この家、外が大通りだから、昼も夜も明るいんだよね。ザ・都会って感じがする。ベランダに出る意味もなさそうだ。ベッドね。今は急がなきゃ、眠ってる時間なんてない。 うん。あ、でも、どうしたあの人の前で、この前みたいに取り乱したくはないし。何取り乱した、自分で自分に簡易的な暗示をかけておいた方がいいかな。やってみる何自分で自分に暗示って。そんなんできたら俺いろんな用途に使えそうじゃないね、みんなも。エロいこととかさ。<laughs> うわ、すごい。あれ、ネイル塗ってんだね、足にもちゃんと。赤なんだ、しかも。 うん。なんかセクシーだね。今までずっと何度も何度も暗示をかけてもらったんだもの。やり方のコツは分かってる。自分でそれをすればいいだけ。よし。あ、で、これが一枚のサブ。で、なんか、さやさん、ベッドはピンクなんだね、シーツ。なんか、おいおい、なんか妄想膨らむで。<laughs> 高いことやったんじゃないのね。本当はさ、一回ぐらいやったんじゃないの 俺やばいな。ふ息を吸って、吐いて。そう。いつもみたいに。私は何も知らない。何も覚えていない。私は、ただの霊媒師。私は、ああ、ダメだ、ちらつくんだ。やーん大丈夫 <laughs> 顔 <laughs> やめておこう。 やっぱり、素人じゃダメなんだ。乱れに自分を刺激すると逆効果になるって言われたし。高彦さんのところに行こう。結局意味なかったんだな、この、この行為。え、なんかいろんなことに使えそうじゃない暗示って。ムラムラ。ねえ。こ,こに出る時間はないか。うん、ダメか。で、鏡。化粧するときによく使う。スプレーとかも使うから、ホコリがちょっとついてるな。そのうち、綺麗にしようこう。あ、ヘアスプレーとかね。 えー、お土産にくれた壺だ。どことなく高価そうな気がするもう壺やめとこねえ。こういうものの価値、私はよくわからないけど、飾る以外だと、どういう風うに使うのが正解なんだろうな。割ってみ多分ここもなんか起こるんじゃないの覗いてみっていうか、顔、顔あるかもしれないじゃん。ねえ。このゲームだってさ、一番最初の始まりに壺割ってからやん。か、なんか顔があって。そういうのあったじゃん。覗いて、覗いてみてか、セーブできないんだよね。結構短めなんかな、セーブとかないってことは。 もう、外に出ても大丈夫かな出るかよし、待っててね、高彦子さん。うん。ま、他の二つの資格も、言うてそんな長いわけでもないし、一回15分とか30分くらいだよね。で、これも大体そんくらいで終わるのかなちょっと寂しいな。まあ、でもこれ追加されただけありがたいと思った方がいいよね、絶対。これ研究室ね、なんかちゃんと片付けろよなんかとかすげえバラバラに置いてるし。高彦子さん。 ああ、そのつもりだ。今から、き、基地上だよね。基地上の滝へ向かうよ。ああ、一番最初のね。おそらく、あそこの封印が読め、読められたか、壊されたか。ともかく、何らかの異常事態が発生している可能性がある。万が一、封印が破壊されたら、アコは誰かに預けないとな。あの子の具合は、そうか。今日もずっと自分の部屋に。そうだな。あの子があれを再発させていないなら。ああ、そこは大丈夫だ。 適切な人間はすでに考えてる。ちょっと待って。あれってなんだっけあの子のことを信頼して預けられる確かな相手だ。そうだな。だが心配することはない。きっと今回もなんとかなるさ。今まで無事に生きてきたように。ああ。愛してるよ。あずさんさん待って <laughs> ちょっと最悪。<laughs> ちょっと待って。<laughs> 俺ずっとエコーかけながら実況してた。<laughs> え待、待って、待って待って待って。みんなマジですまん。<laughs> 俺、そうだ、本当に一本ミスしちゃった <laughs>。ずっとエコをかけながら、実況してたんだな。<laughs> ごめんなさい、マジで。本当にごめんなさい。マジで気づかなかった。本当本当に気づかなかった。ちょっともう一回やるね。ちょっともう一回やるっていうか、ちょっとあの、ね、パパパーっていくわ。ふう少し時間が、<laughs> ちょっと、でも、このくらいの時間ならあの人はまだ研究室にいる。車によって急いで向かおう。忘れ物とかしてないかな。 いや、マジ荒かしたな。いや、どうしよう。カットしてるかな。いや、待って、俺マジ、ずっとやってたのこれ、あの、これマジな、わざとじゃないガチなボンミス <laughs> マジで忘れて <laughs> 最悪。<laughs> 行ってくるね。帰ったらまた拭いてあげるね。ごめん、マジ、みんな絶対頭に入ってないかもしれないんだけど。でも、ここの、この全部探索する下りは俺、全部栄光かけてやってたんだね。 ちょっと待ってね。だったら、でも俺さっきあの、研究所に行った下りらへんから、と、そのすぐだよね。それすぐ俺気づいたから、その下りのところは <laughs>、よかった <laughs> そこ行って、何か大変なことが起こる前に気づいてよかった、マジで。一応この下りとか全部やるわ。うわ、はずマジではずいじゃんごめんなさいね、マジで皆さん。本当になんか雰囲気ぶち壊すようなことしちゃって。まあ、でも俺の存在してから雰囲気ぶち壊せるのかもしれないけどね。 まういや、とりあえずこれも <laughs> 行くか <laughs>。マジで <laughs>。マジで。何分間くらいずっと俺これやってたの ?20 分くらいずっとエコー,カーかけながらやってたのもういや、ちょっと忘れよう。俺の今の恥、恥は。よし、行くか。もう行こう。うん。よかった、マジで。こっち行ってから、割と早めに気づいてよかったわ。その早めでもねえかもしんねえけど。わかんねえや、これはもう実際編集するときで見ないと。やべちょっと今顔熱いもん。<laughs> ちょっとテンパってるもん <laughs>。 僕、<laughs> こっからもう一回やるわ。オッケーオッケー。で、部屋汚ねえな、涙言っちゃうんだよね。ねこうやって人のこと言う前にまず自分のね <laughs>、ミスを気づけよ。たかいこさ、あっ。ああ、そのつもりだ。今から基地の竹へ向かうよ。おそらく、あそこの封印が弱められたか、壊されたか。ともかく、何らかの異常事態が発生してる可能性がある。万が一、封印が破壊されたら悪は誰かに預けないとな。あの子の具合は、そうか。今日もずっと自分の部屋に。そうだな。え、このあれって何なんだっけ 言っちゃうとり二週もう三週間言っちゃうとあの、六年前のやつも合わせれば三周してるんだけど、その三週目はね、ほんとセリフは大体飛ばしでやってたから、わかんないんだよね。ちょっと自分の実況たり見返そう。あの子があれを再発させていないなら。ああ、そこは大丈夫だ。適切な人間は既に考えてる。あの子のことを信頼して預けられる確かな相手だ。そうだな。だから心配することはね、ちょっとこれ覚えてる人いたらちょっとコメントで教えて。きっと今回もなんとかなるさ。今まで無事に生きてきたように。 ああ、愛してるよ。あずさ,さ、さん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 。これ、そうだ。<laughs> 俺、ここで、エコーの真似しようと思って、ふと、あれなんだよね。あの、オーディオインターフェースみたいなエフェクトボタンオンになってるの、今気づいたの、ここで。うん。で、これ、電話してる時なんだね、多分。第一章の時の、あれなんかな。で、この後すぐに多分、あずささんが、第一章で死ぬんだもんね。時間が惜しいから、そろそろ準備に入るとするよ。すべてが終わったら、まっすぐ家に帰るつもりだ。それまで、アコー頼んだよ。うん。うわー。 絶対死ぬところまでやるんだろうな、これ。まだ気づいてねえのやはり、まずいな。こんなことは今まで。どこかの誰かが、あの封印への干渉を試みていたようだが、その企みが、成功してしまったのか。誰だ誰の差し金なんだ血縁の存在を知ってるものかま、あこれがあの組織の奴らってことだよね。そうだよね。だって唐橋が、もうその時点でいるんだもんね。で、ニッパーを渡して、有刺鉄線切ってその奥に行かしてるわけだから、 そういうことだね。だが、しかし、どうして今になって行かなくてはな。まずは、やはり吉祥の滝。そして、そこに異常があれば、兄さんの残した、あの家にも。ああ、それが、二章後編のね。そこなんじゃねえの、確か。私だけなら仕方がない。しかし、アコとアサには。ん今気づいたまあ、俺、あんま人のこと言えねえか。 高井子さん。さや、なぜここに高井子さんこそ、どうされたんですか私、ずっとここにいたのに。いや、よほどのことなんですよね。感の鋭い高井子さんが、ここまで気づかなかったなんて。違う。これはただ、娘の学業、学業成績について。う どうして私に隠すの私の力がまだ未熟だから言っちゃうとまだ未熟だったんだよねそれとも、私のことを巻き込みたくないからですか待て、待つんだ。何を今日は、あまり時間がないんだ。頼むから落ち着いてくれ。この前みたいに、研究所をひっくり返されたら。えあ、それがその時のあれってことか。うん、さやさんもちょっと後悔してるやつ不安定な状態のやつね。 あ、泣いてるはい。この前は、ごめんなさい。まあ、それがその名残この散らかってるものが。でも、でも片付けてないんだな。でも私、私ね、ずっと修行してきました。あなたのお力になれればって、ずっとずっと思ってたの。いつまでも、あなたにかくまれてる居候のままじゃ嫌だもん。うん、ずっとポーカーフェイスだな、この人。だから、 隠さないでください。私のこと、使ってください。もうや。あなたの、助手なんですから。<laughs> このポーカーフェイスで、下半身めちゃめちゃビンビンしたらどうするよわかったよ。わかったから、落ち着こう。ほら、呼吸を沈めて。うん。取り戻したのか平成を。 お戻ったか大丈夫です。その、ごめんなさい。お話は聞いていました。危険なところへ行かれるのですね。きっと、そう、あなたの血縁にまつわる場所へ。ああ。私が何を言いたいか、高い子さんならお見通しですよね。私も行きます。そこへ連れて行ってください。悪霊へ対処する道具としてなら、ご夫よりは使えるつもりです。 マジかよ。もう自分の、自分を犠牲にしてでもってこと、高彦のためなら。さんやん。もうでも先にしてるのは高彦なんだよね。言いたいことはいろいろあるが、あいにく、議論をする時間はないな。君には、他の部分で相談したいことがあったか。計画は、練り直しか。あわ<は>かった。こんまけだよ。今回は、君の好きにするといい。この研究室のあちこちに、レー具が転がってるはずだ。 私が資料を漁ってるうちに、あちこちに散らかってね。うん。その中から使、使え、使えそうなものを持ってくんだ。向かう場所が場所だからな。最大限の準備をしておこう。資料急がなければならないから、素早く頼むよ。私が、君を残したまま、勝手に出てしまわないうちにね。わかりました。ここで待っていてくださいね。うん。まあ、その探索の時に、さやさんのアイテムとか見たけど、まあ、ここでいっぱい手に入れたってことね。宝玉とかも。 たださそこのセリフは見れてないんだけど、さやさんは高い子が死んだのを目撃したんだっけ死んだの知ってたっけそこら辺は今わかるか本の並びが普段とは違う。うんえ。有力な霊能者が顔写真付きで紹介されてる。私はさすがにまだ乗っていないみたい。てか乗れるのかな身元不明みたいな感じでしょありふれた固定電話機だ。発信履歴に春山家の番号がある。うん。で、パソコン。パスワードは知らないし。 私がつけることはできないな。え、ロ画像めちゃくちゃ入ったらどうするねえ、しかも、あずさにのとかさ、え、パソコンの脇には小さな封筒が置かれてる。読む。ああ、それには触らないでくれ。それは、もう意味のないものだ。改めて、書き直さないとな。んえ、これ三章のやつかも違うか夜行さんにね、なんか届けた手紙みたいなのがね、俺もう絶対カットしてんだけど、あったんだよね。 それ高い子書いたやつなんかなごめんね。ちょっとみんな、絶対カットしてるやつね。俺がちょっといろいろ言っちゃって。えー、物件の写真とこの説明らしき文書が収められたファイルがある。物件 A8、あこれは2章にあったね。この民家は1987年、えー、キャラメ村での霊的事故が発生した直後、東京にり移り住んだ兄と、ここでは呼ばせてもらおうが購入したものである。本物件の詳細はまだ不明瞭。しかし、周囲に民家がなく、孤立した立地という性質は、呪術的に優秀だ。 警戒などと合わせることで、外界からの干渉を容易に遮断できるだろう。我が国がこの地に施したものは封印の陣である。吉祥の竹で、建立された神社に比べると間接的だが、しかし、強度はこちらの方が遥かに高い。もしも神社や壺の封印が解かれれば、その念に操られた犠牲者たちが真っ先にこの地を訪れ、神の無力化を試みることだろう。最優先で守るべき場所だ。まあ、これが二章公園のあそこだよね、確か。うん、家族写真ダメ、しまっておこう。あまり触れない方がいいよね。うん。 ノートの切れ端が床に落ちてる手掛ける何かが記されてるようだ読むか間一髪というところであった神社の県立をはじめとして血縁の封印を最優先に行動したことが原因だえー、倉木優子の自宅を突き止め侵入するまでに時間を要してしまったんん神社の県立をはじめとしてうん倉木優子の自宅を突き止め侵入するまでに時間を要してしまった期待はしていなかったものの赤子はまだ生きていた飲まず食わずでこれだけの期間を耐え続けていたのは 何かの力が作用していたのだろうか。まあ、これ、アコちゃんが、半分、その、なんだっけ、八つの神の、なんだっけ、血、なんか神みたいなね、存在の血を引いてるからってことなんだろうね。えー、まず、目を引くのは両腕であった。そこには、蛇の鱗のようなものがびっしりと存在し、人としての素肌が見えないほどになっている。両目も金色に輝いており、一見して人間離れしている。アコちゃん、空たのもう、だいぶ成長してから手とかは大丈夫、太くなったんだね。両目は最後に金色になったもんね。 ともあれ、その赤子には霊薬を投与した。五作が作った薬。で、五作おいてやめ、てめ確かな効果があるはずだ。えー、ちょっと待って、これなんか色々わかりそうじゃねで、高彦の丹精な字が連なっている。読んでみる。確かに薬の効果はあった。あの子の腕を埋め尽くしていた何かの鱗は消,滅、えー、消失し、人間離れした瞳の色も一般的なものになった。けれども、倉木優子が最も懸念していたであろう性質。あらゆる霊体や呪いを引き寄せ、 被害を受けやすい特性は部分的な治療にとどまる結果となってしまった致命的な呪いの類を受けることはないものの周囲の霊気を察知しその影響で自身の内にある何かを暴走させてしまうのだはぁそれがあれってこと私あずさは血縁の呪いから完全に逃れることができたのか不,不透明な状態であるそんな我々の近辺にあの子を置くべきではないだろうどこか遠い安全な場所を探しやらねばうんでも結局ね春山家としているんだもんね えー、髪は湿気でおり古びてる。インベ精神病院からあの子を引き取った。まあ、これは本編で語られたよね。理由はいくつかある。第一に、あの病院の人間を信用できなくなったこと。第二に、私あずさが数年間無事でいた以上、封印の神社が正しく機能していると確信できたこと。そして第三に、罪の意識にとら囚われるだけの生活を変えたかったこと。しかし、我が家へと引き取ったあの子は、数年前と変わることなく不安定な状態だった。強い刺激を感じると、 それだけであの子の内側に眠る何かが暴発してしまい、消去を失ってしまうのだ。はぁ、あ。狂乱する人間を落ち着かせるためには、暗示の術が有効だ。検査をした後、試してみるべきか。はぁ、あ、まぁ、あ、でも、開始直後、アコちゃんすごいなんか元気ないみたいな。そんな感じだったよ。まあ、それがそう、んなんかあった。ちょっと待って、待って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 。なんて,て,て,て書いてた古書の中に、比較的新しい生存者と書かれたのとがある。はぁ、あ。キャラヤ村において、あの大災害を生き延びた者は、私、アズサ。 兄の3人と考えられてきたしかし現在私はこの見解に疑問を抱きつつあるまずは不条なる者の,の存在彼らは村の中央から離れた位置で生活していた村に迷い込んだ外界の人間を両親とする者もおり該当人物はたたり神から恨みの対象村の人間と認識すらされなかった可能性がある災害当時私達は村中央を見下ろす、えー、高台に避難していた兄は地下牢におりいずれも損害、えー、の様子を確認していない 不条なるものに該当するものが逃亡していても不思議ではない。この兄っていうのは、その本当に4章の終盤の力をにいたあの固め傷ゾロみたいなやつ。そいつのことだよね。そして第2に、えー、横島なる、ジャなる組織かなの存在。彼らに流水したと思しき、えー、キャラム村独自の技術には人形制作、人形操作の術式が含まれてる。これはそんなにおいて、不条を扱う豪華技かとして蔑まれており、 その者自身が浮上とされた場合以外、伝授されることはなかった。明確な死亡が確認されていない不上なる者に、特有の秘術が、外の世界に広まっている。上記の諸情報から、私は不上なる者の,の中にも、生存者が存在しており、それが外部の、ジャナル組織と結託してるのではないか、と。このように考えてしまうのである。はーうん。じゃあもう、今、出てるその三人か、チクラになりすました人、で、唐橋、 と、あと、刑事。の、誰かが、その、不条なるもの、の何か、ね、生存者ってことの可能性。まあ、都市的にあの、刑事だったりすんのかなえー、なんか、この、視覚ですげえ分かってくるじゃん。まだあるんだ。ちょっ待って、これも何もう全部読めんのえー、かろうじて、霊的事故と読める背拍子がある。損害の者が霊的事故と故障しているキャラム村の大災害について、概要をここに記しておく。まずは、たたり神の怒りによって、 村北部にある春山家の屋敷が一瞬で蒸発した、うん。半端な。我が父をはじめとした多くの人間がこの際に死亡。続いて、正気の濁流が村全域に流れ込んでくる。これに飲まれた者は死亡。運よく飲まれなかった者も,も汚染された霊気により、えー、大部分が精神を崩壊させていった。まあ、これはね、村にいたなん,なんか気持ち悪い奴らだよね。彼らは身内同士で共食いを開始し、死後の魂までもが共食いを続行した。やば。最後に残った魂は、 た,たりにに刺激さされれヒナによって捕食され血液の力を一層強めることとなはぁーんで、キャラヤムラ。ヒナを素体とした遠信は、えー、と敗北した。そもそもまともに戦うことすらできなかった。天野家の人間を思想を強制し、我々に従順な人間に作り変えることはできた。しかし彼らが刺激することとなっていた遠信は、想定していた性質と大きく異なる。純白の霞か霧霞のようなものだった。 霞霧どっちだこれこれ霞でも霧もなくもやねも <laughs> やねもやは時折ひなの姿をかたどっていたが彼女はどこか悲しい笑顔で首を横に振るのみであるひなは遠心にならなかったのだ製造方法すら不明確だったものを熱狂のままに儀式にかけたこと自体が誤りだった天野家の者は全員殺されひなの霊体は戦うことなくたた,たり神に取り込まれたそして村はたたり神の怒りによって破壊されたうん全部読めるんだね え何かの式の切れ端が挟まっていたので倉木の家を直接訪れてみたが結果は散々なものであったどうやら私はあの家のものを侮っていたようである当然ながら自分がケラ村の人間であることは完全に失せていたしかしそれだけでは足りなかったのだ倉木家の人間とりわけ分家を取り仕切ってる壮年の男がこれあれじゃんほんとちょっとしか出てこなかったなんかあの優子と話してた人なんじゃないの私の血にも流れてる孤独の気配を めーるどく感じ取ってしまった。そうなれば、あとは追い出されるだけだ。倉木優子の夫について、正式な情報を入手しようと考えていたが、どうやらこれは諦めざるを得ないらしい。あの子の出自に関する、何らかの手がかりが欲しいところだ。なんなんんんえー、ジャナル組織について1と記されたファイルが存在する。はい。近頃、気になる情報を耳にする。それというのは、大規模な呪いにまつわる事件に、積極的かつ、間接的な関与を働く。 未知のの勢力が存在するらしいといとうものだ彼らは呪いの被害によって破壊汚染された跡地から消去をやした物品を回収していくというその目的も使用用途も全くの不明、えー、近年日本各地で呪いやたたりの事件が増加傾向にあるという事実とこの不気味な新勢力の存在は何らかの関係があるのかもしれない家ラ村やここから始まった決戦に関しても関連物品等が無効の手に渡らないよう注意するべきだ だからもうこれ血縁以外もこの組織のせいでなんか別の作品が今後出るかもしんないね。もう一回読んでいいああ、だからこのね、物品を回収していくってなんかあの別の資格のやつでも、あのキャラヤラからなんか回収したっぽいからやっぱなんかあるだろうね今後も。で2ね、2か。前回の記録においてキャラヤラや春山家の血縁に関する物品が回収されないようにと記述した。しかしこれはすでに手遅れとなっている可能性がある。それを疑わせる新情報を入手した。 この、えー、ジャナー組織の人間は、ダちらを用いた暗示の術を頻繁に使用するという。うん。民間人への思想強制によって仲間を増やしていき、労働力として利用しているとのこと。ああ、これは、あれだ。もうみんな <laughs>、ごめんね。あの、忘れてる人はちょ、ちょっとあの、前の動画、前の動画っていうかその前のね、シリーズのやつ見てもらえればあれあれなんだけど、あれだよね。警察官とかも、なんかそういうのに使われてんじゃなかったっけねなんか操られてみたいな。結構あったじゃん。ああいうことでしょ え、仲間を増やしていき、労働力として利用しているとのこと。加えて一部の構成員は、人の死体から人形を作り、これを遠隔で操作するほか、霊魂人形へ移転させることも可能という。うん。これは一回赤ちゃんで別のエンディングでやられてるもんね。ハゲなって。これらは全てキャラや村内でのみ共有されていた、呪術的手法である。何らかの理由によって、秘密が外部に漏えいし、悪用されてると思われる。うんはもう、だからね。だからそれこそ不浄なる者の奴のらが、 ね、共有しててきたってことななんじゃないの、えー、で何かの切れ味だろうか確定な引かれたの字にはい、あの子に施した暗示がようやく定着した以前のように狂乱状態になることはなく我々や近所の住,民に住人に対しても一般的な用事がするものと同様の反応を見せてくれる機嫌がいい時などは向こうから甘えるようにもなった暑さはこれを大変喜んでるらしく以前は見せることのなかった満面の笑みを浮かべるようになった ただし暗示の副作用と言うべきなのだろうか、あの子の本来有していた霊的な力は、その大部分が封印されることとなった。今の彼女は、霊感が平均より少しだけ強い子供程度だろうか、安全のために霊的な才能を潰してしまった現状を倉木優子がどう思うかは分からない。あぁ。まあでも今はね、それが覚醒してんだもんね。あの、最後のところでは。日本各地のたたり神について細かく記された専門書がある、読んでみる。詳細不明。 外見由来信仰されていた地域などあらゆる真実がいまだ判明していない神この神が確かに存在し信仰されそして国大のたたりを成したという事実だけが伝わっている一説によるとこの神にまつわる情報すなわち真実を探求しようとする行動自体がたたりの引き金になるというこのたたり神を研究する機関が存在したそれは真実を探ろうとする行動に該当したためたたりによって壊滅したといった情報が存在するもののこれを裏付ける根拠はない もうなんか、すごくね <laughs> 設定すごくねえー、またたたり神ね。あ、八つの神これがアコちゃんの、アコちゃんじゃない、ゆうこさんとその八つの神から生まれたのがアコちゃんだもんね。関東地方にその存在が伝わる神。巨大な蛇の姿をしており、えー、頭には角が生えている。このことから、水神、竜神として扱われることもある。 極めて凶悪な呪いの消去を有しており、八つの神の姿を一目見ただけで、その者はたたりに襲われる。拡散していく呪いはまさしく血縁となり、神の姿を視認した当人のみならず、一族全ての人間が残らず破滅するという。へぁ <laughs> その呪力ゆえ、神に分類されているものの、性質は土雲と類似しており、遺族、異教、異界の存在なのではないかとも考えられている。えぇ、ー、す、すごくねたたりに襲われ、血縁、ん、え 呪い、ええ、じゃあこれさ、だからこれ、もし、アコちゃんと、宇野達也く役いいんじゃん。もし、結婚して子供生まれたりとかってしたらえ、なんか、いろいろ、なんか、どう、どうなってくんだ、これ。えー、で、たたれね、また。ミシャクジ。古代から日本に存在する神。長野県の諏訪地域を中心に、各地で信仰されている。故障は様々あり、シャクジ、ミシャクジ、ミシャグチ、ミシャグジとも。その外見は不定形であり、 様々な姿のミャグ口が、えー、日に伝わっている。えー、そのす、すわ、すわにて、粗相神と結びつけられたことにより、邪神、だ、でん、ん、だ、邪神、えー、竜邪神としての姿が確立され、これが最も有名。全然わかんねえ。食営を嫌う神であり、汚れを宿した人間に対しては強烈なたたりを発動させる。このたたりは広範囲におびとされ、汚れを宿した当人のみならず、その一族や周囲の動物までをも滅ぼす血縁となる。うん、やばな、それ。 な、かちょっとカクカクしてるぞ。本と本の間に黒い背拍子の小さなトが挟み込まれてる。兄が死亡していたことが判明した。ああ、ゾロね。移り住んだあの家で、己の命を儀式の生贄として途え、生き絶えていた。彼の助力あってこそ、我々は血縁の呪いを封印できていたらしい。今更だが、そのことを実感させられた。しかし、そもそもの話として、我々はなぜ血縁を封印できたのだなぜ私と熱さへ降りかかる呪いはピタリと止んだのだあれの大元は、 キャラ村のたたり神である。神社を建立すれば沈められる怨霊とは比較にならない我々3人がどれだけ力を合わせようとも本来ならば何ら効果はなかったはずだ一つだけ可能性が考えられるヒナおヒナ様が我々を守ってるのではないかいやうん彼女の霊力は誰にも測りきれなかったたたり神に取り込まれ刺激されながらもその裏で何らかの形で抵抗し神社や封印が通じる程度に血縁を抑制しているのではなかろうか ひなが私を守る。など、都合のいい想像であるのは確かだろう。彼女を殴り者にし、遠心の材料として孤独に捧げた死亡者,者は私だ。だが現状、えー、他の仮説が頭に浮かんでこないのだ。あのたたれ神に何らかの形で対抗できる存在といえば、やはりひなを置いた他にない。ひなちゃんあの子最初一番やべえやつだって思わせられるもんね。一番頑張ってたんだな。 A4 のクリアファイルの中に急いで書かれた文字がある。倉木優子の魂は果たしてどこに行ったのかヒナを殺害させた直後、倉木優子の魂を宿していた人形は散った。ああ。ああ、これはあったな。本編でもなんかあの一番地下牢に行った時に、ヒナちゃんを殺す優子さんのところあったよね。まるで砂の城が崩れていくようにさらさらとした粒子とかし、周囲の空気に溶けていった。あとには何も残らなかった。殺される直前、 人形の中のユウコに対してヒナが何かを語りかけていたことが聞きっかかりだ。我々は声を聞き取れなかったのだが、おそらくヒナの魂がクラキユウコのそれを連れていったのではないだろうか。仮にこれが正しいとすれば、ヒナがたたり神に刺激されている今現在、クラキユウコの魂もまた呪いの、えー、主中に、えー、囚われているということになる。だから、 これほんとごめんなさいね。あの、ほんと実況見返せばわかると思うんだけど、これあの、三章のインベ精神病院で、ひなちゃんが、なんかね、あの、キーンってなんか、なんけ、安全エリアみたいなところで、キュイーンってなった後に、なんか、ありがとうみたいなことなんか言ってんだよね。で、その後から、ゆうこさんが、あの、なんけ、幕開いの時から出てくるようになって、だから解放されたってことなんだろうね。へぇー、すげえ保管してくれる。隅の方に赤い背拍子のノートがある。何らかの紙切れも挟まれてるようだ。血の呪い。 我々の手で大いなる祝福へといたらしめいずれ封は解かれるだろう。このような紙が私の書斎の机にあった。筆跡はあえて崩してあるのだろう。誰が作成した文書か、ここから判別することは難しい。強いて言うならば、おそらく右利きの人間が書いたものだろう。が、該当するものなどいくらでもいる。それ以上に奇妙なのは、前回の帰宅から今日までの間、春山家に出入りした者はごくわずかだということだ。あこや朝を除けば、 我が家には配達業者とエミリちゃんしか訪れていない。うわ。エミリーちゃんもちょっと暗示かけられてたじゃんね。ああ、そっか、クラーシュだろう。ねえ、直に合ってるし、上記のものの中に、このような怪書をしたためる人間がいるとは到底思えない。何かの霊的な力によって、私の部屋へ送る送られたとでも言うのか。みんなあの、本編もう一回見返してきてくんね。<laughs> で、もう一回この動画見れば、多分楽しさが倍増すると思うあで、この宝玉ね。<laughs> この石。 なんだかすごく。これ本編でもすげえ使ったよね。一応持っていこうか。どうやっても私には使いこなせないだろうけど。まあ、実際これさやさん持ってたけどちゃんと殺されてるしね。持ってるだけでも何かのお守りにはなるよね。うん、そうだ。私はこれを持っていなくちゃ。なんだか、そんな気がする。まあ、使えなかったんだけどね。宝玉を手に入れた。まあ、結局これアコちゃんの方に。ね。よし。これで準備はいいかな。 あまり待たせてもいけないし、高彦さんのところに戻ろう。だいぶ時間かかったよ、これ全部読むのに。いやでもすげえわ、すげえいろいろ分かったね、これで。んと、これ見たし、これもう見れないのかあ、ダメか。行きますよ、じゃあ。わすげえわ。んなにチューすんの準備はできたかえ、なにはい、これ。私には全然使えませんけど、それでも、お守りには。 あ,あ宝玉ね。でもこれ、あっても結局高いかもしんねんじゃん。めっちゃ注射に見える。うっそうか。そうだな。そうだった。ここには、これを安置していたのだったね。私もうっかりしていたな。宝玉の存在を忘れていたとは、嘘でしょ。さすがだよ、さや。これなら、いいお守りになる。うん、おいい笑顔。それは君が持ってるといい。私には、 ふさわしくないものだ。さて、行くとしよう。必ず生きて帰ってくるぞ。はい。うわ、これで、たかすぐ、すぐ死ぬんだろうね。さや、一応聞いてほしい。あ必ず生きて帰ると言ったが、それはあくまで我々の希望だ。希望は持ち続けてるべきだが、必ず叶うとも限らない。うん。 血縁が真っ先に狙うのは私だ。もし片方が生き残るとしたら、それは君になる可能性が高い。つっ落ち着いて聞いてくれ。あくまで、もしもの話だ。もし、私一人が死んでしまったとしたら、君のもとへ、私の霊体が悪霊となり、現れるかもしれない。音量や血縁の性質は、君も勉強してきただろう。音量は、殺した人間の魂を、 傀儡として、区つか区別として操ることができる。はい。甘い言葉に惑わされてはいけないよ。刺激された霊体は、ただの悪霊だ。私が私であれば、言わないことをその悪霊は言うかもしれない。しかし、それは私ではない。私の発する言葉ではない。このことを忘れないでくれ。君はあくまで、私の義理の娘になるんだ。いいね。はい。 私、分かっていますから。ちょっとこれ嫌なんだろうな、本当は。それならいいんだ。それに、あくまで仮の話なんですものね。一緒に生きて帰りましょう。まあ、これ、さやさんとなんか話してたよね、確か。なんか、ゆくゆくは、なんかあの、春山家になんか来させるみたいな。あ,あ、そうだな。って帰らなくなっちゃったんだよな、二人とも。 いやー、しんどいな高彦は下半身取れるし。あー、ここで終わるんだ。四角。夜の、夜の、な、た、た、たぬきな、これ、なんて、なんて読むのこれ。うわー、でもこれで終わりなのか。で、まあ、この後に結局、これ四角とかはもうないんだよね。うわー、でもま、いろいろ、保管はされたね。結局だからさ、今回この血縁の呪いは終わる。 <laughs> こうなっちゃったんだよね結局 <laughs> そうなんだよねでまあ第2章の後編で、えー、こ,うこうなってしまったとうわーねでもこれでまあ100%なってる CG も、うん、間違えた何ちょ,ちょ、間違えたってじゃあ間違えたいい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 から早く、はい、ない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 ,ないああ全部回収されてるねだからまあ今回その春山家のやつは終わったわけだけどだからそのじゃジ,ジャナル組織 が今後なんか別の何かに関与してくるってことはあるんだろうね。おもろい血縁めちゃめちゃおもろいな。あの、一応ね、ちょもう一つゲームやろうと思ってて、実はこの。この同じ作者さんの別のゲームもあるんだよね。それもちょっとね、この動画と一緒にやろうかなと思います、うん。もう血縁で何度も出てきたやつの目。肌しばくやつ。 えー、この音社会談っていうゲームが、その血縁よりも前に作られたゲームなんだよね。で、これ今やるやつは、その昔に出てたやつが一旦非公開になってたんだよね。で、俺昔やったことあるんだよ、その公開されてた時。ただ忘れてるし、でなんかこれはね、そのリタッチ版みたいな。なんかリメイクではないんだけど、なんかまたちょっと新しくなったみたいなやつなんで、やっていきたいと思います。結構短編なシーンで、ささってやって、ささって終わるかもしれないね。もしかしたら。じゃあ行きます。始めから。まあ、多分この四枠茶野郎が出てくるんだろうね。 ご注意。本作は、お送りいただいた心霊写真と、それにまつわる恐怖体験を描いております。多少の演出、誇張を加えてありますが、作中の出来事は、現実に起こってしまったものです。ゲームをプレイしたことによる不具合について、当方は一切の責任を負いません。あらかじめ、ご了承くださいませ。怖そう、俺心霊写真一番無理なんだよあ、無理もう無理俺、心霊写真がとにかく無理 なんか、こっち向いてる女の人とか、もう、無理。写真が全部無理だね、とにかく。え、四つあんのこれもしかして。あー、まあ、なんか、オーブね。オーブってでもさ、なんか、埃が光って、なんか、そういう風に見えるみたいなのも言うじゃん。本物のオーブとさ、その、何その、こ、けしじゃねえや。埃とどう見間違い、み、道が、あの、つんでな。<laughs> 投稿者。匿名希望。ちょっともう、もう怖いもん。これは数年前。 私が大学生だった頃に心霊スポットへ行った時の写真です。SNS に上げようと思い、スマホで撮影したところ、変なものが映っていて。一枚目は、オーブですよね。あ、まあ、これか、このでかいやつ。まあ、こういうところのこれは大体本物なんじゃねえかなと俺は思ってるけど。そして二枚目。これはトンネル内部からフラッシュを焚いて撮ったのですが。骸骨みたいなものが映ってますよね。どこにあ、 これかこれ骸骨まあでも、見方によってじゃないの光の加減の偶然とか、気のせいなんだと最初は考えていたんです。ですが、数週間ほど経った後に、それを見ることになってしまって、それあれじゃなくてそれまあ、どっちもいいか。御社階段。怖そう。普通に怖そうなんだけど。 もう心霊写真がね、題材の時点で、俺はもう無理。あれ結構塩違うんだよね、その血縁と。んこれはロードとセーブってことあ、セーブ C よ。で。あ、これが移動ってことか。うん、どういうことお前、ここにいたのにまたここに移動するっていう移動したフりすんのやめろ。うんーと、まずどう考えても怪しいのはこれだろうな、懐中電灯。懐中電灯だ。電池が切れかけていたので、床に放り投げている。んー、いや、放り投げるなよ。しかもこれ、まあまあいい椅子じゃね なんか、ハーマンチェアみたいな、なんかすげえ高い炊なんじゃないのこれ。黒いオフィスチェアだ。お金がないので比較的安いものがかった、あ、これ安いやつなんだ。うんで、パソコン。真、まあ、新しいデスクトップ PC だ。今まで使っていた旧型とは段違いに軽い。これ iMac みたいなやつ調べ物がある時はここを利用しても良さそうだ。なんか金持ち YouTuber とかなんかそこなんかすごい有,有名な人たち、なんか大体 Mac 使ってるイメージなんだけど。俺 Mac 使ったことないんだよね。で、ライトこれ調べれないか。 またデスクトップピ何、あ、めちゃめちゃ出てきた。お天気サイトあ、サイトにアクセスするやつね。フリーゲームサイトあるじゃん。えー、自分の心理写真、これ最後にしよう。いや、心理写真だも、あ、二つも。<laughs> お前なん原作ない、やだ、おか検索しないおい、や怖いもん。黒いカーテンが揺らめいている。つい数日前、ネット通販で購入したものだ。カーテン開けるなんで開けるん <laughs> 窓の外には住宅街の夜景が静かに広がってる。で、反射してお前の部屋を映ってね。 お前の部屋なんか待ってもう一回見してあっあこれ、まあっあアパート <laughs> すげえ写真貼ってるように見えたんだよね違えちゃんと反射してんだねオッケーオッケー,オッケーちょっと待ってパソコン調べる前に一通りちょっといろいろ行ってみようぜえっ、ー、と便所えー、これ和式なんだ和式トイレだピカピカに磨き上げられてるできれば洋式の方が良かったまあ基本洋式の方がいいよねんで変えたばかりのトイレットペーパーだ柔らかい手触りが心地よい うん、なんか俺、ばあちゃんちとかさ、和式なんだけど、もう、うんこしづらいよね。死ぬほど、ズボンとかもうさ、なんかもう、うんうん、なん、んてなんのやじゃん。和式ってちょっと今もうほんとやだよねん。ちょっと汚いぞ、どうなってんのこれ。なんかぶつけたろ、お前。で、お気に入りの絵画。画家である、えー、十枚画、ん、十、十、十枚、十四だね。画家である十四が描いた力作だ。うん、なんかすごい、 綺麗な家っぽい。綺麗な家っていうかなんか新しめな家っぽいけど。なんだこれ。リノベーションみたいな感じ。なんか普通に和式取れたのかちょっとびっくりだわ。えー、下駄箱と面き木の棚だ。とりあえず靴はここに閉まっている。うん。で、鉄線のドアね。実家のものより簡素な作りだ。鍵は閉めてある。行くおーいおい、ちょっと怖いぞ。なんでズームすんのお前。やめてやめて。これといって異変はない。異変ないやろ。なにお前、異変探しゲーム死ぬほどやってんの ねえ、やめて。異変探しゲームやりすぎて自分の現実にも異変あるんじゃねえかななんか起きちゃった。まだパソコン調べてないのに。突然、すべての電気が消えた。停電だろうか。とりあえず床に転がってる懐中電灯を探そう。ちょっと待って。これだよく一発でいけたな、俺ひとまず、明かりは確保できた。蛍光灯のスイッチを押しても反応はない。 やはり、停電してしまったのだろうか。ちょ、一回労働していいこれ多分もうパソコン見れないと思うから、これで最初見ちゃおうぜ。うん、ここを利用しても良さそうだで。見かかれたモニターに自分の顔が映り込んでる。お前、イケメンかちょっと,とあ、心霊写真見たくないけど、ちょっととりあえず一回お天気サイトで、あの、心を安定、安定させよ。今日のお天気。今夜は霧が出てくるらしい。明日は寒いが、天気は良くなるようだ。はぁ。んで、でもう一回これで、ちょっとフリーゲームサイト一回見ようか。新着ホラーゲーム。 比較的最近に発表されたフリーホラーゲームが並んでいる。その隅には数年前に制作中止となったフリーホラーゲームの完全マステを決縁,血縁タイトルの読み方はよくわからないが血にまつわる恨みがどうこうという話だ。血縁もちろん宣伝である。<laughs> いいね <laughs>。いや、いいよ。めちゃめちゃいい。どんどん宣伝してください。えー、心霊写真サイト、うん。見るか。いくつか気になるサイトが出てきた。 どのサイトを閲覧しますかえ危険性こういう話作りか作り方まあ、基本なんか心霊写真ってほぼ作り物みたいに言われてるよね危険性から行く。心霊写真の危険性。心霊写真そのものは基本的に無害である。あ、そうなのどれほど危険な例をが写ってるとしても、それはあくまで写真であり、それ以上のものにはならない。え、本当になんか持ってるだけで不吉みたいなさ、なんか技をもたらすみたいななんか言われない え、でも、どっち、どっちにしたって、ねそれが作り物でなんか、害、無害だとしてもさ、見た時点で不快にはなるやん。ねうわ、楽しい、可愛いとかなんないでしょよって、心霊写真を扱った不謹慎なゲームを遊んでも、そのプレイヤーに霊障が及ぶ危険性は低いと考えられる。ないとは言わないんだね。危険があるのは、写真を撮影した瞬間、その場に酔わせた者たちなのだ。ああただし、これには例外がある。それは霊体がカメラや写真に念を飛ばしていた場合だ。は この場合は、霊が写真に写ってるというよりも、写真の上に例の壮念が塗りたくられてることになる。時間とともに霊が移動するような心霊写真は,は、はえ <laughs> ちょっと怖くない往々にしてこのタイプであることが多い。そういった写真をお持ちの方は気をつけていただきたい。もう寒気するんだけど俺、心霊写真本当に無理だなって。怖い話いく白い指。 職場の同僚である A, B, C, D, E の5人が、とある旅館で忘年会を開いた。帰り際、旅館の入り口で集合写真を撮ったところ、そこには奇妙なものが映り込んでいた。全員の頭から、半透明の白い腕が1本ずつ生えていたのだ。A の頭に生えた手は、指を1本立てている。B のものは2本。C, D, F はそれぞれ3、4、5。ああ、これ、死ぬ順番か写真が撮られた後、 その指の指した数字の通りに ABC が相次いで死亡した。D は写真を見て恐怖した。自分の頭上の指は4本。次は自分だ、と。しかし、D は死亡しなかった。D の代わりに死亡したのは E だった。なんで自分の順番が飛ばされた D は深く安堵し、もう一度、普段の写真を見返し見た。そして、D はあることに気づいた。問題の写真には、 A, B, C, D, E の5人の他にも、旅館の中井さんが映り込んでいたのだ。あ中井さんの事情にも、やはり白い腕が生えている。しかし見切れているせいで、指の本数まではわからない。D が旅館に問い合わせたところ、中井さんは C の死と E の死の間の期間に亡くなっていたことが判明した。D は全てを理解した。うん。うん。どんまい。たらたらどんまい。今の話だけでも寒い気がするわ。怖えわ。 心霊写真の作り方。うん。心霊写真を作ることは簡単だ。必要なものは2枚の写真。そして、パソコンと、フォトショップだけ。もう、フォトショーさえあれば、心霊写真は、ね、すぐ簡単に作れる。俺だって幽霊になるよ、多分。幽霊になれる、俺だって。ねえ。それな,なんか、どっかの滝の写真とかの間になんか、うっすらと俺をまぐり、紛り込ませることはできるぞ、俺も。まず、2枚の写真をパソコンに取り込もう。そして、片方の写真にいる人物の顔を、もう1枚の方に貼り付けよう。貼り付けた顔は、 サイドを低くし、白黒にし,しまってもいい。さらにはガウスぼかしをかけ、最後は指先ツールで形を整える。たったこれだけの工程で、呪われた心霊写真を作り出すことができるのだ。しかし、それでは簡単すぎて物足りないと思われるだろう。よって、本記事の筆者はここに、さらなる要素を付け加えたい。まず、パソコンはデスクトップ型ではなく、ノート型にしよう。これによって、パソコンを持ち歩くことができる。ノートパソコンをバッグに入れたら、 近所の強力な心霊スポットに出かけ、そこを作業場にしよう。嘘だろ。フォトショップを開き、心霊写真を心霊スポットで作成し、作業が終わった暁には、記念写真を忘れずに行う。この方法がうまくいけば、心霊写真の生産性が2倍になることを見込められる。いやもう作業量よなんで心霊スポットまで行かなきゃいけないんだよ。怖えって。やめろやめろ。で、まだあったよね。心霊写真のタイプ1なんて何うん。 カメラというメディアが生み出した悪夢、心霊写真には様々なタイプの霊が映り込む。我々の元に送られてきた心霊写真のうち、代表的な9つのタイプを紹介しよう。1、よそ見をしている白い霊体、たまたま映った浮遊霊という場合が多い。危険性はあまりなく、放っておけば何もしてこない。へー。2、体の一部が消えた写真。これはその部分がやばいことになるんじゃないの多くの場合、死後霊からの警告である。消えた霊、えー、体の部位に関する将来の事故や病気を予言する。 3非常にくっきりとしたこれが俺本当に無理今ちょっと軽く怖すぎて後ろ見たわ <laughs> な,んかなんかいるかなと思って生き色が映り込んでしまったケースが多い強い執着を感じさせるものが多く危険であるへえ4オーブもや発光体その土地を漂う霊や、えー、霊液が映り込んだもの色によって性質が異なり赤色や黒色は危険であるへえ5無数の顔の集合体その土地が霊の通り道である場合が多い これも色や表情によって性質が異なり、赤いものは非常に危険。6. カメラを睨む目、カメラを刺す指、撮影行為を霊が咎めてる場合にしばしば映る。へ例の意図に気づき、撮影を中止できればさほど危険はない。でもちょっと、え、手遅れなところない ?7. 体を、体と一,回一体化した霊体。例の顔や目が人間の体と一体化しているもの。その人間が憑依状態にあることを示し、早急なお払いが必要。 8、骸骨、近い将来の死を意味する場合が多い、悪夢の場合も、守護霊の警告の場合もある。え、怖い、今ちょっとびっくりした、LINE 来た。母さん、<laughs> 母さんからなんか分かんない LINE 来た、このタイミングでやめて。9、移動する霊体、写真の中の霊体が徐々に移動する現象、いや、それ一番怖いやろ霊を撮ったのではなく、写真自体に霊がついている場合に起きる。 早くこのゲーム終わらせたい。死ぬほど怖い。血縁やってる時よりも怖い。正直言っちゃうと。えー、で、自分の心霊写真見るマイピクチャーにアクセスした。一番見たくねえわ。あ、これねこれが届いたやつだもんね。いや、怖はちょっと待って。不気味な写真だ。はい。はい。じゃあもう、もう、進めますよ。はい。その声、怖い。待って、俺、普通に血縁やってる時よりも怖いんだけど。<laughs> ね、なん、なんで、血縁やってる時も怖いってったって、俺血縁一回やってるからな。それは怖くねえか。ねえ。 一回でもちょっと怖かったけどね。普通にちょっと声出した時あったわ。んで、ここも見て、全部見て、はいはい、もうちょっと早くやっちゃいましょう。で、これ多分後々多分映るんでしょやだよ。で、これ電気パンパンパンで消えるんでしょ知ってる知ってる。あれなんで起きるカチカチする。あ、来た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 。うん、よしよしよし。よし来いよ。余裕やろ。あとはもう。うん、もうクくそびびいてる。突然全ての電気が消えた。うん。で、ここで、ここに。 あ,あ、た。あ,あ、やめて。あ、でも一回死んでみるあ、<laughs> でも、ちょっと待って。なんか俺、すごいテンパってんだけど怖くて。俺は今から、座して1分待つ。一回死んでみよう。あの白い顔出てくんのかな。あいつはね、正直もう怖くないもん。だってもう、血縁でもう顔なじみみたいなところあるし、ちょっともう、ワンチャン顔なじみどころか、友人ぐらいの中だからね、もう、だいぶ顔合わせるからね、あいつも。お、久々みたいな感じでさ、下からふわーって出てくるじゃん。あれの見過ぎでもう、あいつはもう正直怖くないもん。死ぬほど暇だな。 若本さんバージョンの晩餐ん歌っていい何十回の夜を過ごしたて得られぬような意してろ。<laughs> しょうもない。俺 <laughs>、あいさ、兄、あいえ、ちっかもお前がやっぱりやっぱりお前かいお前は怖くないもう友達だもん。さ、まずは、えっ、ー、と、どうすればいいんだん待って。あ、パソコンつくんかいどこからさ、え 新しいテキストドキュメントだって、ちょっと待て。一旦セーブだないや。セーブする必要ねえんだけど。一旦トイレ行ってみる。ここから何か霊的な現象が起こるかもしれないからな。さあ来い。トイレからこんにちはするかしないねえ。じゃあ玄関行くドアスコープ覗くいやだマジ死ぬほど怖い。ちょっと待って、一旦待って。この辺もみ、見て。ドアスコープ見る行きます。レッツゴー。くるくる、くるくる、くるくる,くる、来ないの 来ないじゃん。まだ来ないんだね。まだ来ないんだな。わかったわかった。じゃあここはうん、カーテン開けまーす。映るう何も、もっと詳しく外の様子を見てみますか。はい。顔を窓に押し付けて外の様子をかかってみた。夜の街は普段通り屋内から漏れる明かりに満ちている。どうやらこの部屋以外停電してる家庭はいないようだ。うん。すぐそこの通りに誰かが立っているような。あちらに視線を合わせてみますか。 やめておきます。えっ、ー、と、じゃあ、こう、調べましょうか。死ね写真見てみるなんか変わってたりするもしかして。変わってないな。やっぱ、追加されたもの以外は変わってないのか、特に。新しいテキストで見ますかいつの間にか、テキストファイルが増えている。ファイル開,、はい、開きます。今から、会いに行くよ。<laughs> <laughs> やったー 絶対これじゃん。絶対これも。え、あの白いやつだったら嬉しいな。あの白いやつだろ白いやつだったらもう友達が来てもいたみたいな感じで俺て、もう手振るわ。あ、すみる。はい。あ、お前だ。は <laughs> って。手ぶつけた。かめに。<laughs> なんか普通にテンション壊れてきたな。えお前女だったのお前父ないわ <laughs> すごい。 良くないものと目が合ってしまった気がする。だって今から会いに行くよって言ってたのあいつでしょさすがにもう開ける気にはなんで、ね、開けろって女だったやんスタイルだけで言えばめちゃめちゃ良かったやん。良 <laughs> くねえって。あ、トイレこんなでかい音なんだトイレの水が勝手に。トイレの、いや、水量半端な。 電気の様子を見る限り、本当にこのトイレから水が流されたらしい。どういうことだろう手でも直っていないのに、トイレから誤作動を起こすなんて、わかんないよ。ここからあいつが出てくるかもしれない。ヤッホーみたいな感じで、玄関閉まったからここから来たよみたいな感じで来んじゃないのアップ。やめて。んいけない。そろそろ懐中電灯の電池が切れそうだ。お前ふざけんなよ。ちゃんと電池変えどけよお前、おめ新しい電池と取り替えておこう。電池は確か、他の雑貨とひとまとめにしておいたよな。 やめて、も本当に普通にこのゲーム怖いんだけど。俺一応ね、さ最初も言った通りは一回やったことあるんだよね。でも何にも覚えてないからめちゃめちゃ怖い。はあ、玄関、やだな。まずこっち行ってみる一応セーブしくねこんな短いゲームなのもうセーブ破壊してるからね、これ。雑貨これかえ、じゃ違う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 ,違う,違う,違う雑貨どこにあんねんさすがにもう開ける気がなのね。どこにあんの雑貨え、ここあ、ここか。ここね。下駄箱と思もしき。あれあ、これ、あった、かいてちただ ライトの電気が消えぬうちに取り替えておこう。いるグッ一瞬おならでそうなった。<laughs> おならでそうなって今。よし。これで懐中電灯が消えることはないだろう。もう入ってきてるやん。あ、なんでピンポン入ってきてたのにこんな時間に誰だちょっともう、もう、なんもできないあともう、何もできなさそうですね。じゃあ開けますよ。ダースコープ覗く本当にここ開けていいのだろうか 一応念のために、ドアスコープから外の予想で確かめた方がいいかもしれない。行きまーす。はい、来るよもうズームの後かそれとも、ズームをさせた後に何も来ないじゃんと思わせ、最後のところで来るかどっちかだ。行くよ、せーの。はいこの後だ。絶対この後来る。行くよ。はいよし。もう、あいつじゃん。なんだ、あいつは。もう一回覗く鍵か,かける大丈夫なんも。あと、戻ったら、絶対いるから。 二人いるのかなもう家にいるんだぜ。この家はおかしい。ここにいても気が変になってしまいそうだ。なんとかして外に寝てないと心らない。えそうだ。ここは三階。下は柔らかい土になってる。飛び降れ,れば逃げることができるかもしれない。三階だぜカ簡ン開ける。開ける。でも死ぬほど乾燥したらどうする土。柔らかいと思ってた土が。あるぜ。開ける。<laughs> ちょっと待って。でもさ、手でさ、 顔隠せば、いや、できるできる。<laughs> できるできる、大丈夫、大丈夫。ベランダに回り込まれた。どうすんだよもう限界だ。あいつがベランダにいるうちに、ここから逃げ。あれくそ、懐中電灯落としてしまった。早く見つけないと。あいつが、どこに落とし気配ちょっと待って。3、5、ここ、ここじゃんじゃん。ちょっと、どこ あって間に合ったの間に合ったんじゃん。一瞬間に合ってなかったように見えたけど。気がついた時、私は近所の公園に座り込んでいました。あの化け物が何だったのか、あの家に何があったのか、それは今でもわかりません。わかることはただ一つ。あの家に。 住み続けるのは無理だということ。ちょっと待って、全然理解できてないんだけど、お前の家がバかったのそれとも、あの写真のせいじゃねえの幸い、実家が近くにあった、近くだったので、大学にはそこから通っていくことになりました。それ以来、あの化け物は見、ていません。ただ、後日、訳あってアパートの前を取り掛かったのですが、私が住んでいたあの部屋に、次の人が入っていったんです。その人は、本当に大丈夫なのでしょうかいや、ちょ、ちょ、お前がやべえんじゃねえのだから。 わかんないけど、もう怖くて、よくわかってねえけど。この写真、結局だからこれ投稿者の人の体験なんだよね。うん、すげえ短編な後にちゃんと普通に怖かったんだけど。あいつ、あいつなのに。あの白い奴なのに。あ、はあ、ははは。あれ、これ骸骨なんだって、やっぱこれ骸骨だっつなんだね。もう、俺全然口回ってねえじゃん。普通にあの、まだ鳥肌立ってんだよ、ね。今、だからあの、俺も今、自分のいる空間がちょっと怖いのよ。心霊写真系見るとね、 な、怖えんだよな、本当に。霊国ってゲームやった時もなんか、そういう経験だった、俺。あれ待って、死ぬ写真見てから体がゾワゾワするみたいな。あ、普通に終わった。うわー怖かったということで、あの、血縁の、あの、なんか資格追加されたやつと、えっ、ー、と、過去に出てた御舎会談というゲームやりました。はい。うん。怖かったです。<laughs>